皆さんこんにちは。ファクトリーギア TV 工具好き、はい、今日のテーマはこちら。ドン。今貢献で何が売れているのか、気になりますよね。ね、静岡が生んだ世界的工具メーカー、皆さんも大好きな貢献、果たしてファクトリーギアで一体何が売れているのか気になるあなたにお届けしましょう。そこまで言うことないよ、ね、ごめん、俺もちょっと頑張りすぎて、飯田君。何俺こんな熱くなっちゃったんだよ。そうですね、俺ね、なんかね、タイトルのねコールの時にね、盛り上がりすぎた自分が、すいませんでした。軽めにいきたいと思います。はい、はい、ということで、今貢献で何が打てるのかなんですけど、まず1個目はこちら、ドン。ジールのクリップ式スパークプラグソケット、こちらでございます。ビュンビュン、ね、プラグソケットっていうとですね、あのご年配の皆さん、俺ぐらいのね、ご年配の皆さん方はあのほら、なんかゴムね、ゴム入ってるやつで、こうゴムがビヨンってこう引っ張ってくれるね、やつ覚えてると思うんですよ、ね、あれね、買った直後いいんだけど、すぐにへたってきまして、気がつくとですね、熱で溶けたりとかですねあのゴムがね、めっちゃ劣化するんですよ。で、使おうと思った時にブラブラってくるわね、ゴムがブラブラってなったりして、これはダメだろうと、っていうことで、現在主流となってるのはこのね、マグネットタイプなんですね。プラグレンチの内側にですね、マグネットが入ってまして、でそのマグネットがプラグをこう引っ張り込んでくるね、こんな感じで入ってて、こうね、マグネットが入るとプラグをこうやって引っ張ってきてくれるんですね。これね、まあ主流です。で、我々もいろいろこのプラグレンチを開発するときに、やっぱりマグネットがいいっていうことでマグネットを採用するんですが、作ってみて分かったんですけど、その後ですね、いざ販売をしてみたときに、やたらね、これがね、割れる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 話があったんですよ。で、なぜ割れるんだろうと。っていうことで、僕らもいろいろ考えまして、この交差の問題なんじゃないかとか、入るときにどっかでこう曲がって入ってどっかで当たってるんじゃないかとか、いろいろあったんですけれども、最終的に分かったのは、ここのね、マグネットのところにですね、何かしらの鉄、切り粉とかですね、そういったものが紛れ込んで、その鉄がですね、このプラグのどこかに当たって、それをきっかけにして割れてしまうってことが分かったんですね。だからつまりね、マグネットいいんだけど、やっぱり環境によってはですね、鉄を拾い上げてしまってプラグを破損してしまうっていうことがありまして、現在主流のマグネットなんですけども、やっぱり嫌がる方も多いです。あともう一つは、まあエンジンルームの中非常にこう電子機器が増えまして、この磁気が悪さをするということで、あのマグネット付きのプラグレンチを避ける方って非常に多いんですね。で、その中で登場したのがこちらの貢献のクリップ式のスパークプラグソケットっていうものなんですね。こちらのクリップ式ですね、真鍮製のクリップが中に2箇所大変についてるんですね。だからどっちか一つでこう押さえ込むっていうんではなくて、両側からホールドしてくれるんで、プラグをまっすぐに保持して優しくホールドしてくれるっていうもので、これを持ってくると、あ、この方やっぱりすごいな、工具大好きなんだろうなっていうのがお店でも分かる、ものでございます。で、もともとこれね、貢献のスタンダードブランドであったんですけれども、なんとね、ジールバージョンだよね、これね。そうですね、ジールバージョンで出してくるっていうのも、貢献さん工具好きの心を分かってらっしゃる、ねね、あんまり変わってないけど、ジールということで、こちらジールのクリップ式スパークプラグソケットでございました。こちら大人気でございます。そして2つ目はこちら、ドン。貢献のナットグリップソケットセット3/8SQ でございます。プラグレンチ同様ですね、マグネットで保持するソケットの問題点を非磁性のですね、ボールで保持する仕組みということで解決したソケットでございます。ホールドってどういうことかっていうと、こうね、ここに今引っ張ってこれるわけですよ。で、貢献さんのはこれ、ここにボールがあるので、このボールで保持してるんですけども、マグネットのものって、でもこの底の部分にマグネットがついてるので、ナットって穴開いてるじゃないですか。こうボルトはうまく引っ張ってこれるんですよ。でもナットを取ろうと思った時に、ナットだとマグネットが真ん中のところにしか効かないので、真ん中穴開いてるから、ナットは。で、それがうまいことマグネットの力を利用して引っ張ってあげることができないとかですね、ナットが仮にうまく入っちゃった時に、今度取る時にですね、マグネットがあるんだけど、取る時に
あのこれだったらこっち側からちょっとねピッと押したりとかできるんだけど、マグネットが邪魔して押せないとかですね、そういうことがあるわけです。でこれをどうしたら解消できるかっていうことで、このボール、横側のボールで押さえましょう。しかもこれもですね、さっきのクリップ式と同様にですね、大変にボールがついているので、両側から挟み込めるということで、しっかりまっすぐとホールドしてくれるというものでございます。でこれファクトリーギアは特別セットなんだよね。8と12、13、14、17というですね、とても美味しいサイズをセットしたこのナットグリップソケットセット、これもう本当ベストセラー。あのファクトリーギアだけでしか売ってないっていうこともあると思うんですけども、このナットグリップの仕組み自体がですね、いろんなところで必要とされていると。でマグネットじゃないものが欲しいという方に非常に人気でございます。これも長く、そして今も人気になっているセットでございます。そして最後はこちら、ドン、ジールの4分の1差し込み角の72枚ギアの首振りのラチェットハンドルプッシュボタン付きと、こちらございますね。もうファクトリーギア TV 工具好き、この YouTube 大好きな方ならお分かり通りですね、あの貢献さんがですね、これ出た瞬間に一番最初にファクトリーギア持ってきていただきまして、森田さんというですね、もう長くお付き合いのある貢献の方がですね、説明、熱く説明していただきまして、みんなでワーワーキャーキャー言ったラチェットハンドルでございます。文字通り貢献らしいこのね、空転トルクね、もう本当や、もうね今ね、触らせてあげたい、持ってない人この柔らかさ、これラチェット、もうね、もうもうっていうぐらい、もう本当にこの柔らかくて心地いい、なんだろうな、もうこの工具の持ってるそのゴツゴツ感とか、そういうのとはちょっと真逆にあるこのソフトタッチなんですけども、このまあ貢献の森田さん販売するときにですね、プッシュボタン付きのものじゃなくて、プッシュボタンのないやつが森田さん好きだとっていうことだったんですけれども、で僕もですね、その時に言いました、確かにね、プッシュボタンいいんだけれども、ここはちょっと出っ張ってるの気になるよねと、こう使ってる時に案外ここにポトンと当たっちゃって取れちゃったりするんじゃないのみたいな話してたんですけれども、実際に販売してみましたですね、お客様からの声では、このね、出っ張りがちょうど押しやすくっていいと。で渋い位置って案外ね、確かにね、あの押しづらい案外これちょうどいい感じの出っ張りがいいと、はい、いうことで好評になっておりますと。でね、あの最初の今2つ言ったクリップ式のスパークプラグソケットとナットグリップソケット、これロングセラーなんですけども、これ最近発売された渋い位置のジールの72枚ギア、これ結構新しい商品ですけれども、これは今かなり胸熱、貢献さんの中でも今旬の工具と言えます。まあ、最大の特徴は何と言っても、何度も繰り返しますが、このコウケンさんありがとうということで、今コウケンで売れてる3つのご紹介でした。それでは皆さん、さようなら。もう間もなく終了の時間なんですけど、未だにお客さん引けず、てかさっきまで本当歩けなかったぐらいなんですけど、まあ、やっと歩けるようになったんで、ちょっと1階のスペシャル会場のものをご紹介したいと思います。これ積み重ねられるっていうのがいいんですよね、バックアウトなんですけれども、インパクトレンチとかもアメリカらしいギャーンっていう音で非常に人気でございます。
結構植えましたよ。いやね、すごいですね。コンスタントに。すごい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 。ね、ダブルナット締めるときに、ここが開いてることで、うん、上からソケットがこう入れられるの。おー。